おかえりなさいませ。ご主人様。間違えた。おかえりなさいませ。おかえりなさいませ。ご主人様。はい、では今日はですね、講師がですね、以前あのテンチムさんのところで、行きましたね、レンタル羊やったじゃないですか。やったやった。あの時のね、いろいろ撮影秘話とかいろいろ聞いてみたいと思いますので。なるほどね。今日はそれを言ってみましょう。おーい、あまさかね、僕らもあのテンチムさんに会えるとは。おお、そうなんですよ。僕も普段テンチムさんの動画をよく見てて、うんうんうん、めっちゃ可愛いな、めっちゃ小顔だなと思って。これがね、マジほんまにあの通りの可愛さやったよね。やばかった、あれは可愛い。よりね、本物はより可愛かったね。うん、ほんまにマジ小顔で、うん、でね、スタイルもね、いいね、いいんですよ。あの、なんていうのかな、こうすごい細す、うん、なんか細いがいいって思われがちやけど、うんうん、あのすごいね、ちょうどいい細さというかね。確かに確かに、うん、女性のね、そうらしいラインがね、そう、女性っぽい体なんですよね。もう世の男性はみんな釘付けですよ。しみじみ言ってるね。毎日見てますからね。はい、まあでもね、結局、うん、今回、その今回というか前回ね、うん、そのテンチムさんのところに行ったっていうのはね、うん、教授、教授、え教授もちゃんって最近もね、気合なくて、すごい面白いじゃん。関西弁なのに、でもいい、そうかな、うん、そうなんよね。うん、分かった。あのな、だから、だから関西弁の人は慣れ慣れしくなるね。うん、いい。ええんか、それ、ね、うん、大先輩やん。いや、僕らから、ね、階級はさ、同じあのエンペラーだから。まあ、な、いや、まあまあ、じゃあ、堂々としてね。はい、OK。それ最後はね、テンチムさんからこう依頼があったっていうのはものすごく嬉しかったわけじゃないですか。で、まあ、どういうところで YouTube 撮ってるかっていうのがすごい気になったでしょ、うん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 、ね、でやっぱりこうね、まあ、はっきり言うとちょっと片付けられてはなかったよね、部屋は。それがね、テンチムのいいところであるし、そうそう、でご自身でもちゃんとそうやって言ってるし、うんうん、あ、そのまんまやっぱり嘘つかんと何やねんな。そのまんまやねんなっていうのはまず感じたでしょ、うんうんうん。で、どういう感じで進めますかっていうのはやっぱり最初ちょっと言うわけじゃないですか、うんうんうん、ある程度軽くこういう打ち合わせね、うんうんうん、でもね、もう途中からね、テンチムさんがベラ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 すごいスパン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 喋ってくれるから、確かに、もうね、ペースは完全にテンチムさんのペースでしたね。テンチムさん、頭いいね。頭いい、あの喋り方ね、もうね、くる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 回転してるから、回転が早い、うん、そう、一発撮りだしね。あ、そうそう、確かに、もう撮り直しなかったからね。そうなんだよ、うん、それは確かにそうやった。そう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 、すごいな。やっぱね、重ねてきてるこうプロのね、うん、技ですね、うん、あれは。僕らも常にカットカットカット全然慣れてへんからね。カクカクしたね、カクカク。これはやばいよ。でも頑張りましょう、頑張りましょうね、うん、ほんまに、うんうんうん。で、ほら、店長さん足揉んでたでしょ。いや、揉んでないよ。あれはね、揉んでましたよ。ちょちょ、揉んだんじゃないんです、ね、マッサージをしてるところをやりましょうねって話になったから、マッサージじゃないですか、ね、あれはね、テンチムさんのふくらはぎをもみもみしてし、これはこれこれこれどっちも気迫低くない、どっちも上がんねん。あれはね、ほんと見てて、うわー、羨ましいって。あ、それね、やっぱコメントにも書かれてましたよね、うん、羨ましいっていうのはね、うん、まあそれはしゃあない、役読というかね、うんうん、僕もそのまま目の前見てましたけど、うん、常に余裕が、ほほほほ、まあ確かにね、でもなんかいいオイルも持ってらしたんですよ。いい匂いでしたね、うん、ちゃんとね、マッサージやりますって言ったら、ちゃんと奥の部屋からオイルをちゃんと出してくれ、確かに、うん、で、あ、持ってるんやみたいなね、はい、そこは女性だからね、やっぱりいろんなの持ってますよ、店長さんも、そう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 、だからその、すねからふくらはぎから、うん、足の裏、うん、ね、一応ね、やっぱりこう膝下じゃないですか、うん、そこから上はやっぱりちょっとね、そう、いきなり良くないかなはいはいはい、ですよね。柔らかさ加減どんな感じなんですか。いや、もうかなり気持ちいい感じの。あ、これいいかな、言っちゃってでもしゃあない、ほんまに柔らかくて、本当に気持ちいい、おみ足でしたよ、ふくらはぎ、ふくらはぎ、うん、
はい、あとね、うん、あれなんですよね、食器をね、あやってましたね、洗ったんですよ、うん、で、まあ、片付けられないんです私っていうのはまあ、ね、言われてるし、うん、まあ、確かにその時も言われたので、うん、じゃあ食器洗うやつをやりましょうかっていう形でやったんですけど、その時にね、料理するんですかっていうのを聞いたんですよね、うん、まあ、見てもらったら分かると思うんですけども、うん、その時の YouTube をね、うんうんうん、でもやっぱりお料理はしないで Uber Eats だった。あー、そうですね。でね、もう正直ね、僕ね、うん、本当にこう最近のに疎いから、うん、Uber Eats を聞いたのが、うん、あの時初だったんですよ。あーすごい、もう知らなかったの。知らなかったのこれでね、これでね、いや、Uber Eats ですよって言われて、うん、あーなるほどって言ったんやけど、なんや Uber Eats ってほんまに分からなかったの。そういうことか。だからそれは、うん、あの時ちょっとこう平然と予想ってたんだけど、下がね、うん、相当ドキドキしましたよ。もし何か頼んだことあるとか、うんうん、使ってるとかって言われたら、うん、何も喋られへんな。あのね、オイルマッサージないとか言っちゃうじゃん。それでウーバーイーツのオイルマッサージすごくいいね。やばかった ね、 危ないね、はい、お嬢様気分を味わいたいっていうか、あ、言ってましたね。なんだっけ ね、 ドレスに着替えてきます、ドレスに着替えてきますって言って、うんうんうん、黒いドレスを着てるでしょ、はい、ちょっとゴスロリに可愛いけどね。そうそうそうそ う、 そうだからね、あれはね、あ、全然また雰囲気が変わって、うんうんうん、ちょっとこうシックな感じも、あ、この人いけるね、すごい似合ってたわ、はい、ちょっとね、はい、一気にキュンってきたね、来ましたね、はい、で、なんかこう裾を持ってっていうので、はいはい、こう一緒にやったんですけども、うん、まあ、あれもね、なかなかこうできる体験違うじゃないですか。確かに、うん、であれは結構、ね、楽しくやらせてもらいました。だから裾持ってたらたまにこうやって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 ないでしょ。そう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 。あとあれか、読み聞かせ。読み聞かせやりましたね。うん、やりましたやりました。あれ、読み聞かせした ネタが、うん、なんだっけ、逆難カフェの話。よりによって逆難カフェ出したなみたいな。いや、なんか出てるんですかって言われたから、うんうん、あの本でね、うんうん。で、自分がちょっと関わったのが、うん、あそこだったじゃないですか。うんうん、やらせてもらったのね。そうそうそう。だから一応あそこ読もうかなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、まさかあれでね、寝るとは思って、そうそうそう、ガチ寝しましたけどね。でもやっぱりちょっと寝不足なんでしょ。あ、忙しいからね、彼女ね、うんうん、まあ、なんかそれはそれでリアリティがあってよかったんだけど、うん、まあ、ほんまに寝てたとはちょっと思わなかったけどね。あと何したかな。まあまあ、部屋の中片付けるって言って、うんうんうん、服を畳んだりね、うんうん、そういうのしましたけどね。実際にその辺はね、バトラーとしても僕らやってますからね、うんうんうん、畳むことに関してはもう早いし、確かに、ね、好評は得てますからね。はいはい、あれはね、自分の中でも結構ささっといけるんですよ。確かにね、研修でもやってましたもんね、僕ら。はいはいはい、何秒でできるかみたいなね。やりましたね、何回もやり直しさせられましたね。やってあれ難しいのはね、意外とこの男性の捨ててこパンツちょっと緩い感じで長いね、まとまりが難しいね、ちょっとシワがあるから、ちょっとこうね、朝チックなやつ、そうそうそう、シワシワなやつ、捨ててこはすぐないんだけど、まあ、それは確かにそうですね、うん、なるほど、はい、これが天地のさんの裏話ですね。そうですね、うん、実際に僕もあの場にいて見てたけど、うん、やっぱり実際にやられてる講師がね、うん、そういったリアルなその時の場面の話っていうのはすごく面白いですよ、うん、聞いててね、うんうんうん、なんかほら、やっぱりこう動画として上げるから、うん、ある程度ちょっと大げさに作っていくっていうのも考えなきゃいけないのかなと、うん、言った時は思ってたんですけど、うん、やっぱりテンチムさんの引っ張り、うん、なんで展開の速さ、あ、うん、なのでだからあのペースだから逆にね、こう自然にできたのかなと思ってます。さすがですね、うんうん、なんかぜひまたもう一回コラボさせてもらえないですかね。コラボじゃねえよ。呼んでもらえないですかね。次はね、2人とか3人とかね、うん、羊メンバーたくさんいますので、うんうんうん、店長さん、次はもっとたくさんの羊で楽しんじゃってください。ぜひお願いします。では今日の動画はこれで終了となります。また次回他の動画でもお会いしましょう。それでは、いってらっしゃいませ、ご神様。ちょっと待って。どうしたっけ、これ言ってらっしゃいませんご意見様でちょっと、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。はい、それではいってらっしゃいませご主人様。